レイです。ギターボーカル担当のスカーミーナです。ベース担当のキハワデキノです。ドラム担当のコミネさんです。よろしくお願いします。やる曲はカエルです。聴いてください。Thank you.
頑張ってください。今日のセッションのコンセプトは男性器を嗅ぎつけたリキッドレインボーとデギースターダストの再来です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
どうも、ホワイトコスモスです。メンバー紹介をしたいと思います。リードギターの石井大輔、ベースの中村智明、そしてキーボードの青木大吾、そしてドラムの小坂直弘、そしてギターボーカルをやらせてもらってます、向井段なると申します。それでは、2曲目早速いきたいと思います。サウシードクさんで塩、笑ってじゃない今日から一人ずつ今後どこかで
がとうございました。次の出演者は4 Year Party People です。よろしくお願いします。どうもこんにちは、4 Year Party People です。とりあえず1曲目いきます。聴いてください。ずっと迷え秒針を噛む。Oh!
ました。じゃあ一応メンバー紹介したと思います。ギターの相葉くんです。ドラムの関本くんです。ボーカルの福永さんです。ベースの小口です。よろしくお願いします。じゃあ最後の曲いきます。聴いてください。フレデリックで踊る君。
ございました。フォーエバーパーリーピーポーでした。次は雨模様さんです。ラストです。お願いします。皆さんこんにちは。最後の締めなんで、まあ、最後はみんなで盛り上がっていきましょう。
トーク。イケメンで高身長で何でもできるすごい人です。次、ベース、ただのバカ。ドラム、真面目でドラムがクソうまい、イモです。そして自分、一番かっこいいです。これはテストです、マジで。少々お待ちください。あ、行きます。Thank you.
バカみたいに思い出している君まで青春だらこの少年忘れちまった再起する。神様なんていないぜ、はなから信じてないさ、僕たちをこのまま言葉はあり
Yeah.
だ。